はい、じゃあ挨拶からいきましょう。はい、どうもこんばんは。底辺の王と書いて帝王と読む新帝王です。はい、この時間は平日の深夜の部ということで、セガサターン版のスーパーロボット対戦 F 完結編の、主人公プラス女性縛りの、攻略プレイやってます。はい、題して恋人なしの底辺でも、シュチュニクリンパーティーで遊ぶ配信、今日第、ゲストポセイダルートの第70話でお送りします。はい、水田さんいらっしゃいませ、さいさいこんばんぬということで、ね、まあ、前回ね、いよいよ10段階改造されてね、まあ、新生ロンドン面ですが、やっぱちょっと運動、ね、運動性もちょっと、うん、改造しないとちょっとね、なかなか大変ってことが分かりましたからね。はい、有限さんいらっしゃいませ、こんばんは。まあ、前回稼いだお金でなんとか運動性と限界周りを鍛えて、なんとかやりましょう。プピーです。ロード。どれかな ?68、68、69、うん。これですね、うん。言って昨日のシナリオだけでもね、30万近く稼げましたからね、これで、なんとかでしょう。もう乗り換えは、いいでしょうね。わこてよ、ダルビッシュが50万超えるゲーミングパソコン買ったってさ。はい、50万ですか。どうなんでしょうね。でもダルビッシュぐらい稼いでたらね、もっと100万とかね、1000万ぐらいでもね、そういう PC あるんじゃないですかね。オーダーメイドとかでいけそうな気もしますが、てか何のゲームやるんですかね。はい、7個目さんいらっしゃいませ、こんばんはです。回復取るか火力を取るか。確かにさやかさんね、確かに、グレートマジンガーでもいいかな。え、テトリス。なんで PC、なんでゲーミング PC でテトリスなんかやるんですか。虚しいじゃないですか。悲しいですよ。マジンガやってみましょうか。ただ、回復が足りるかどうかですよね。マジンカイザー、コアブ。わダブルゼータ。もうちょっとね、多分、アームもどうかな。まあ確かに、打つ意味では意味ありかもですが、セシリーも、もうエリのキベですが、もうちょっとダメかもですからね。妖精も、ゴーランもね、多分あんまりもうちょっと打ちづらいでしょうし、もうマーベル特化でいいでしょう。リリースがあとアーム、もう強化パーツもね、この辺入ると手に入んないでしょうからね。ちょっとまたビューナス、あとエヴァがちょっとあれですね、ヒットポイントが大きいと狙われにくいってデメリットもありますからね。はい、エリーさんいらっしゃいますが、もう、メガブの方がいいかもですね、ビュー。ラーカイラもいらん。今も、ヒットポイント上げるべきじゃなかったですね。走行だけでなんとかすべきでした。あと、ビューナスエースが、チョバム、メガブ。メガブと、あと、ハイブリで、なんとかなるかな。メタス、ソロシップ。はい、どうも、シャンヘイさんもいらっしゃいませ、こんばんはです。はい、なんかつけられるもないですもんね。パティマもあれだし、サイコフレーム。カイザー。来たよ、なんか食った。12個目さんいらっしゃいます、こんばんは。ちょっと、一口チョコついばみました。はい。わ。ダブルゼータ、バルシ。ビリーなー。
高性能レーダーがね、もうちょっとあればね、そっちつけてもいいんですが。バイオセンサーももう無理ですもんね。とりあえず、強化パーツ。とにかく改造改造。運動性。グレートはとりあえず大丈夫でしょ。運動性。タイプはじゃあトイレ行ってください。ザムジーど運動性。もう、そう。なんでここ食ったの？え？何よ？そんなに食ってませんよ。よう、ツールはしっかり仕込んどけよ。何のツールですか？ツールなんか使えませんよ。はい、15個目さんいらっしゃいませ、こんばんは。僕がそんな不正なことやるわけないでしょう。ビルバイナー、1段階ぐらいかな。許せて。あとは、バルシオネもな、一段階上げときましょうか。今ピテ落としたけど、何のピですか知りませんよ。16個目さえ出します。お前やめてください、変な言いがかりを。まあ運動性じゃね、ドコンって打てますからね。もう一段いっとく。それでもですけどね。わわわわわわ。二段いっときましょうか。ギリーな、もう一段いっときましょうか。初号機、ビューナス、ビッグモス、ダブルゼータ。ダブルゼータもいっとかなきゃでしょうね。百式はまあちょっと上げすぎたけど。もう一段いくかな。1段と遠慮せずに3段腹ぐらいにしとこうぜ。なんで腹なんですか、おかしいでしょ。帝王たちションするな。何のことですか。こんなもんでしょう。これで多少は運動性上がったから、雑魚戦はもうちょっと楽になると思うんですが、パイロット能力大丈夫？これで赤い人いたら意味ないですよね。とりあえずは大丈夫かな。L、キベレか。キベレもね、ちょっと。エルが、ね、まだ197だし。帝王は5段腹。何言ってんですか。キベレってどんなもんでしたっけ。もう限界でもね、あげらんないのか。てか出せるかわかんないしね。はい、じゃあ行きましょう。はい、第70話。はい。まあ今日もちょっと面倒なシナリオですが、多分、僕の縛り的には楽ですからね。はい。20個目さんいらっしゃいませ、こんばんはです。おやつって。一口チョコ食べましたよ、ちょっと。じゃあやっていきましょう。ボスボロット限界まで改造しようぜ。お金ないです、そんなお金。はい。朝さんいらっしゃいませ、こんばんは。不正だよ、そのやり方は。私が一番よく知っているつもりだった。何ですか、楽になりたいって言ってんですよ。だがあのような男と手を結ぶなど、何かが変わり始めている。何かが。私も従者人衆としての地位を守っておきたいのだ。そのためには具体的な戦果を上げておきたい。場合によっては自らが頂点に。ピシッ。
レイ、そのようなことを考えただけで貴様を私は抹殺するぞ。冗談です。申し訳ありません。かすかの心もいつか反ポセイダンにつながる。それを監視するのが我々13人衆だ。はっ。カンなどというものはどこに盗聴器があるか知れんのだ。はい、キワザ様。レイ、見事果たしてみせよ。はっ、では失礼します。ふふふふふ。ねえ、何やらよからぬことを企んでいらっしゃるようで。バフクラの行動、偶然とは思えないな。それじゃあ奴らが手を結んだとでも言うのか？ティターンズがどれだけ力を蓄えているのかわからないが、戦力的に十分だとは言い切れないはずだ。その可能性は十分にあるだろうな。同じ地球人同士が戦っている一方で、異星人と手を結ぶ者もいる。所詮自分のことしか考えてないんだよな、人間ってやつだ。コスモ、一部を見て全てを判断するのは危険だぞ。ただそういう人間がトップにいるから印象に残るだけだ。そういう人間がトップにいること自体が病んでいる証拠よ。政治家の汚職がなくならないのも同じね。今も昔も、そして未来も。本当ですか。そうですね。ギザザロワウですね。伊沢じゃないですね。確かに、人間は自分たちが思っているほど成長できないのかもしれないな。しかし、だからといって何もしないわけにはいかない。変えようと努力する。ギワザ。その姿勢に人間本来の魅力があるんじゃないのか。正論で現状逃避しているのしか思えないな。何のことですか。それとも大人の論理ってやつかい。コースも。いや、彼の言い分も正しい。確かに自分、自らの功罪を、絶対多数の他人に転嫁しているのかもしれない。だが立ち止まっていても同じことだ。すべての人々はその意志を持ち変えていかなければならない。そのためにまず我々が、その努力をしなければ。俺たちが見本になるっていうのか。そんな大それたことは思ってない。ただ一人一人がその努力をすればいいってことだよ。歩き出さなければ何も始まりませんからね。そのためにもゲストポセイダロンを何とかしなくてはならない。少し予定よりも遅れてしまったが、これより、作戦注意で急行する。ということで、はい。第70話、砂上の楼閣。はい、やっていきましょう。これほどの力を持っていたとは、舞台はほぼ壊滅、ぶざまな。美しく散りたまえ。どうしよう。はい、ここはありがとうございます。テオトリエナーレさん、200ポイントありがとうございます。底辺の表現の自由。く、さすがだな。やられた？お前は下がっていろ。あいつは俺が倒す。待て、勝手に動くな。とどめだ。どう？ずし。あー、貴重なトーラスが。まだ戦える。奴らも必死だが、ここで死くわけにはいかない。脆いね。ロンドベルを変えた地球人はこの程度。そうはさせませんとね。経験値泥棒登場か。まあしょうがない。ああそっか。どうなんでしょうね。あそっか。いいタイミングで現れる。なんとか間に合ったな。よし、出撃だ。そうか、やられるの放置してもいいね。いいんですけど、そうか、経験値取られるって弊害があるんですね。16、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、15。やっぱりもうエリストラですね。カツカツだ。テオの達成で何か5000のダメージですか。ギャブレ、あんまり、はっきり言って、突っ込むんじゃないよ。それぐらい言われなくても分かっている。しかし、なぜギワザとな、ここにおらぬのだ。いいじゃないですか。あと、補給要員ですよ。ねえ。お前の知ったことじゃない。この指揮官は私だ。お前は命令に従っておればよい。そう。く、了解。ねえ、その癖、弱い奴をいじめんですよね、こいつらも。
早くやられちまえって話ですが、うん、ねえ、一応このシナリオ的にどうなんでしょうね。普通常通りやってればねえ、トロアとヒーローねえ殺さなければ、うん、ねえ一応この後ねえウィングゼロはねえ仲間にねえ味方に来るんですけど、どうなんですかねこれ。事前にこいつら味方だ、真っ黒ちゃんですって、これ事前に仲間にしてないから、これイベントを発生させてももうウィングゼロとかヒーローとか仲間にならないですかね。何言ってんですか。38組さんいらっしゃいませ、こんばんは。うん、これも見捨てた方がいいですかね。うん、味方にしろよ。だって縛りでどうせ使えないんですかね、機体もパイロットも、うん、能力的にもね使えないんですから、見限った方がいいんじゃないですか、うん、ね、通常だったらそりゃねウィングゼロね仲間にするためにね、もしくはねゼロカスとかね頑張るねところでしょうけど、JO は俺の好きなキャラに限って礼遇するのなんでなの？なんでウィングで好きなの？諦めて、うん、こっちが縦か、1,2,3,4,5,6 こっちのヤバいのやってくれたらいいんですが、うん、領中でも、うん、必中か、必中過程から嫌ですね。ランクが1ターン目はやり越しても知らないですよ、それはね。だって僕がね決めたわけじゃないですかね。はい、42個目さんいらっしゃいませ。ウィ、うん、ゼロカスは強いです。ウィングゼロ自体はまあそこまでもないですが、イベントでもしゼロカスタムね選べば多分ラスト3話ぐらいしか使えませんが、相当強いですよ。却下じゃないでしょう。アンケートで負けたんだからしょうがないじゃないですかね。最終的に決めたのはねリスナーさんの多数決ですからね。ね、縛りなし見たいって人もね言ってくれたのはいたんですがね、本当に。7か、8,7,6,5,4,3,2,1,0 来るかな。もう1マスいけたらいいのに、加速ないですもんね。1,2,3,4,5,6,7,8。あ、こっち届く？こっちやっちゃうか。アシュラテンプル嫌い。ねえ、嫌いですよ。僕も大嫌い。マップ兵器撃ってきますしね。強いし。これはもうね、ヒーローとかあれが早く落ちてくれることを祈るしかないでしょう。もうヒーローでやっちゃいましょうか、こっちが。ねえ。っていうあたりのね、マイクロミサイルでドドンって。だって、ね、資金泥棒になるってことですもんね、こいつら。ね、この辺にね、帝王のマイクロミサイル、ね、ドドンって打ち込んじゃえばいいじゃないですかね、何も。ね、僕だってこんなことはね、そりゃしたくないですよ。人のクズ作戦やる？何が人のクズですか？1,2,3,4,5,6。ペルソナ待ち遠しい。ね。はい。レバサシさんいらっしゃいませ。こんばんはね。あと1時間40分ね。今日のためにね、本当にね、入念にね、準備してらしたみたいですしね。お、ペルソナやるの？うん、いや、僕じゃないですよ。うん。僕はだってね、ペルソナ2までしかまだやってないから。自分の利益のためにって、教訓の会話あったばっかなのに。知らん。そんなこと。知らん。いいんですよ。1,2,3,4,5,6。帝王兵装するって言ってなかった。だって持ってないですもん。だいたいペルソナ買うお金がありませんよ。いや、買ってくれてもね、今もう配信枠いっぱいだから無理ですけど。うん、ね。で、まさしさんが楽しんでくれればね、僕は幸せですから。十分楽しんでください。
帝王が幸せになるとかちょっと嫌だな、はい、じゃあ何ですか、買わないんですか、買わないで我慢するんですか、そんなことしてね、そんな他人のね不幸せで自分が幸せになってもしょうがないでしょ、うん、ね、楽しんでくださいよ、せっかくなんだし、そんなこと言わずに、そうだよな、全力で阻止したくなる、何を阻止するんですか、めっちゃ楽しい何言ってんですか、皆さん血も涙もないんですかね、え滑落したねえ、滑落したねえ、生主さんとかねえ、そりゃねえ確かにねえ自業自得なねえ部分もありますけどねえ、そういうので皆さん喜ぶんですか、 1,2,3,4,5,6,7,8 皆さんはそれでいいんですか、いいよ、グーの名前変えた FF プレイは幸せそうだったよそう、わこ、その生主のタイムシフトの最後の5つまであったと思う、いいよ、あの手の人にはあえてコメントしようとは思わない、そうですか、はい、ふたばれきゅうさんいらっしゃいませ、こんばんは、生主のタイムシフトの最後一つまだ、そうなの、見れるんだ、どんなね、でも本当に、うん、どんな発言してたのか、うん、はい、メロさんいらっしゃいませ、どうもこんばんはです、富士山の分けされてるけど、その前にやってたやつ、ねえ、どんなあれしてたんでしょうね、配信とかねえ、どんな発言してたのかってね、ちょっとねえ多少は気になりますよね、うん、ダブルゼータ、プロカメラでどこ行こうかって話になって富士山ってなったらしい、うわね、富士山にならなければってこともあったかもしれないのにね、うん、松屋ですき焼きおいくら、お高いんですかね、ちょっと知りませんが、うん、1,2,3,4,5,6,7,8 売ったんでしょうけど、バットのレッツバット降りたら死なないでしょ、ダブルとか言ってたよ、うん、ねえねえ、山舐めてんですかねってなりますよね、そういう発言だけ聞くと、うん、5億ねは、帝王様、はい、どうも、猫の神さんいらっしゃいます、こんばんは、無責任なコメントはまともに相手するなってことよ、なるほど、何時間かかると思ってんだってね、わら、どうどうこっちも、あ、弱い方選びやがった、ギャブでも性格悪いな、打っちゃいいのに、登山自体は4時間で登頂したみたいだね、へえ、どうなんですか、早いんですかね、ちょっとね分かりませんけど、落ちろってんだよ、4時間って結構でもなんか590円ですか、あ、やっぱちょっと高いかな、一色でって考えると誰もいないからそれくらい早く行けるんだろうな、あの軽装で4時間か、早い早い下山かね、早いですかね、はい、なんかね、はい、yahoo.co.jp さんいらっしゃい、はい、なんかアドレス貼ってくれてますが、なんで、ね、何度か登っている人でしたっけ、みたいです、なんかそんなことも聞きましたね、だからね、まあ余裕かましたんかもしれませんが、やっぱ冬のね、まして雪山をね、ちょっと無理があったんじゃないですかね。さすがに一段階程じゃあんまり運動性ダメか。
怖いな。これくらいでも多分防御しなきゃ一発でドカーンって可能性が。すで偽物やんけ。わらわら遺体見つかったってニュースやってたぞ。わら雪山というから勘違いするんだろうけど実態は氷山だぞ。ねえ、偽物遺体見つかったってニュースね。プル落としたら許さんぞ。うん、気をつけます。うん、舐めるな。死にに来たかなら望み通りにしてやろう。まだだ、まだこれからよ。プルは落ちてもまた作ればいいよ。ファイナルくすめ金はどうでもいいけど、ね、そう。誰ですかファイナルくすめ金って。レディアンのこと。プルは落とされるレギュラーやん。うんね、まあ期待がねちょっと脆いっていうのがありますからね。ターゲット確認。そう簡単にはやられません。こっちはまあ大丈夫かな。ちょっとあっちがやばいかな。水曜日のダウンタウンはクロちゃんに終わったから来た。はい、クロちゃんは何をやってるんですか。83個目さんいらっしゃいませ、こんばんは。たーまクロちゃんですね。こっちにクロちゃんいますからよかったら見てください。はい、しばくぞ。なんでですか。なんで防衛なんですか。クロちゃんってこういう声の人じゃないんですか。始めた、誤って知らないですよ。嫌ですよ、嫌ですよ。誰がくたばるもんですか。88個目さんいらっしゃいませ、こんばんはです。うん、クロちゃん寝て起きてお花畑にいたら4だと思う説。そうですか。うん、落とされるかな。経験値、金泥棒、資金泥棒が。そこか。残ったけどまずいか。さすがにこれは、うん、行くぞ。まだいけるな。やっちゃえやっちゃえ。まずい、これ取られるか。100%、あー残らんでしょうね、さすがに。破壊してみせる。やめてー。しまった。職員なんてこと。じゃあ大丈夫でしょうけど、ちょっとこれ落としたいですね。届く？ダメか。どうしましょうね。やられる前にやるか。
まあ多分現状の火力考えたらね、確かにまあいけなくはないんでしょうけどね。1234512、うん、やっちゃうしかないでしょう。ただ無改造なんですよね。月焼き場ぐらいのダメージかな。それだったらやっぱり取られる前に取るしかないですかね。特にこの辺の弱いやつを。いやー、でも宇宙空間で戦うの怖いんですよね。暗食域利用したいし、待つか、どうし。出られる前に取ったから片玉なの？何のことですか。いいね、1、8、7、6、5、4、3、2、1。マーク2って射程9でしょ。9、8、7、6、5、4、3、2、1。どうしようかな。はい、ここからありがとうございます。ブリオさん1200ポイント。はい、どうもすいません。攻めますか。攻めてね、あいつら潰したら下がりましょう。どうかな。おい、こいつ押すやんけ。こいつ押すってだから主人公プラスってね、ハーレム縛りって言ってんですから何にもおかしくないでしょうねえ。どうしましょうか。主人公モブとちゃうんか。どうでしょうね。違うみたいですからね。主人公ですからね。まあいいか、ちょっとぐらいお金取られてます、お金取られてもいいから楽したい方、楽する方がいいでしょ、ということで、あれはあえて放置しましょう、ただこれ2ターン目でしょ。3ターン目になると多分ねちょっとやばい増援来ますからね、それまでね、ちょっと下がっとかないと。6000、6000。まあいいや、あと1機ぐらいは。多分こっちにはこれ、1、2、3、4、5、6、7。いや、来るか。まずいか。いや、これあんまり撃つのもあれかな。狙われる？知らないですよ、そんなことできんですか。そんな方法あるならそりゃ僕だって知りたいですが、そんな器用なことできるわけないでしょう。もう一撃やっちゃうとちょっと怖いかな。打ってくれないかな。どっち優先するかですね。そっちはいいんだけどな。
外とやるな。海外のサーバーをはしごしても時間をかければ結局特定されるので新しい方法を教えて。そんなのなんで僕が知ってんですか。帝王、ね、何も聞かずに昨日のおかず誰だったか教えて、はい、どうよ、昨日のおかずが何だったかっていうのは分かるんですけど、誰だった、あ、まずい、あ、撃たれた、まずい、しまった、手をかわせ、ナイス、さすがグッジョブ。あぶね、手を射程内だった。これもう最終話し機会？あと8話ぐらいで、ん？ 9 話ぐらい、ですね。99コメさんいらっしゃいました、こんばんは。あー、やってくれちゃった。撃て。よし。沈め。残り10切ってるのは間違いない。まだまあまああるのか。くっ、ここで引くわけには。ドン。よし。やっちゃえ。定産戦勝はいつ頃です。さあ、今日はどうでしょうね。もうすぐだな。今日はどうでしょうね。はい、ザットラクさんいらっしゃいませ、こんばんは。新スーパーこの枠でやるしかないですかね。四川省何時ぐらいでしょうね。12時過ぎにはなると思うんですが、また。申し訳ないけど。そこか。帝王って松任谷由実好きそうやんな。いや、別に。この枠でまさかの四川省引く生エンドだったよな。何が NG ですか。時間、しょうがないでしょう。ね、諦めて。ね、この枠はちゃんとね、もう後ろが使えてないからね、四川省ね、いくらでもまあね、やれますからね、この枠は大丈夫ですよね。え、的確な攻撃だ。シンスパロボってことは戦闘のローディングごとにお絵描きする。さあ、そこまで長くはないでしょう。安西先生から教わったもん。そうですか。それは立派な心がけですが。何も聞かずに右のメールアドレスに天岐阜送って。いやですよ。殺すけど大好きヤフーコジップ。何です、それニートなんやから寝なくてもいいやん。何言ってんですか。明日もまた昼間配信ね、あるんですからね。え、障害は取り除く。足も不将軍早く見たいな。アシモンってあれでしたっけ、ガイキングでしたっけ、なんかね、配信その前に卵だろ、ねえ、卵はこの間おととい買ったから。はい、モンスター集めが詰まっているじゃないですか。明日のモンスター集めにはまだね、間あるでしょ。12時間は、遅いな。やめて。あの戦闘虫みたいな敵。ねえ、いましたよ、ね。チョコ。そこだ。ああ、ここもなー、やめて。破壊してみせる。やめてー。でも取られる。やめろー、資金泥棒。ここらフレシア4体ほどでねえっけ、わら。やり方によってはみたいですね。きついっすかね、4体。やれるならやりたいですが。ねえ。脳面見たらホワイトチョコ食べたくなくなってきた。いやー、ダメか、やっぱ下がるか。取られるかな、資金は。
どうなんですかね、そのラフレシアっていうか DC と何を歌うんですか今歌いたいのに歌う時じゃないでしょ。118分さんいらっしゃいます、こんばんは。 DC とゲストって潰し合うんですかね、そのあたりよく知りませんが、1,2,3,4,5,6,7 歌で正義を救ってくれないんですか。うん、無理ですね。来てるね。やっちゃいましょうか。歌でね、熱気バサラじゃんまし。はい。喉枯れますよ。さすがに。何歌うんですか。ね。この距離では手が出せん。いやですよ、恥ずかしい、ね、富野監督も新作出さないんかね。さあどうでしょうね。そういうのはアシラっておいくら元取れる。プルのはいいかな。シーレコの劇場版今やってるからな。これいくつぐらい ?3300 微妙ですね。8,7,6,5,4,3,2,1,0 Gレコ劇場版今やってるんだ。話変わってるの？どうなんでしょう。もうやってんですか。あれ11月からって聞いたよな。8,7,6,5,4,3,2,1,0 ん？ああ、7、ああ、そうか、強化パーツないか。え？知的なんですが、知的ね。ん？ご無作ぐらいだよね。作るみたいですね。誰かいないかな。いやー、これ。やだなぁ。知的と排液的障害者の女性です。3700超えたら大丈夫。1,2,3,4,5,6,7 さすがに大丈夫でしょ。これ出してくれるといいのですが。うーん、あとネトフリやパチカ前提企画でパチメーカーに金出さすか。ゼロカスのフラグ気にしなくていいのが救いだな。無視された、無視じゃないでしょ。だから知的障害者、知的障害者ってどういうこと。知的といえば何がですか。知的障害者だったんでしょ。もうダメだ、眠いです。おやすみなさい。はい、どうもおやすみなさい。またよかったら明日。はい、マジか。何が直撃って、何やってんの。もらった。あれぐらい貫通してくれないと。お前が下手くそじゃ。何やってんの。ねえ。もったいない。これ当たらんでしょ、多分グレートじゃ。お前が下手くそなんですよ、カキカキ。ねえ、ちゃんとダメージ検査。ねえ、ちゃんとダメージ検査しとくべきでしたね。マーベリってまだ2回行動は結構遅いっすね。まだ190なんだし。こう、もったいな気もするんですがね。でも取られるよりはいいか。しょうがない。やらかしたな。
ダメージ計算と家庭王様らしくない。そう。もらった。ん？こやつ油断なら。ね、一体でね、1万2000ですもんね。クソうまいですよ。何か知らないけど、いつの間にか買ってたみたいなのが帝王様。どういうことですか。コンペてんだか、けなしてんだか、よくわかりません。まあ資金ぐらい見てもいいでしょ。計算とか細かいこと無視して完成でいきましょう。完成ね。そんないつの間にかかってたってワイロしたんか。何言ってんですか。これでどうだ。グラシドリューが5000か、オージェで8500、アトールブイで5000。やっぱゲストメカはうまいですよね。でももっとうまいね。帝王様で攻撃してるからな。ラフレシアとか考えたらやっぱりこれくらいは、うん、1,2,3,4,5、こうかけてもこう使う方がもったいないか。それだ、解析する生主やだ、のんびりみたい。もう僕はそういうの気にしませんけどね。何が取れ高ですか。大丈夫ですよね。落ちますよね。こいつシールドとか持ってないはずだから。うん、やられただと。やられちまえ。適当にフィーリング重視でいきましょう。フィーリング、いやいや。ね、そんなフィーリングばかりにね頼ってたらね、それはそれでね、とんでもないことにねなりますからね。うん、だいね、やっぱりある程度のね慎重さは大事ですよ。早急に謝って。何よ。なんだ、来るかな。何を謝んなきゃいけないんですか。いや、マジで早急に。はい。だ、何をですか。はい、142個目さえ出しますが、謝れって言っても何を謝るんですか。何も謝るようなことね、してないのに。なんであなたが謝るんですか。別に謝る必要ないでしょ。何がですか。カチカチのカチカチってダブルクリックの音ですけど、粛清はリンクかボタンかチェックボックスなので、書きが正しいですよね。何のことですか。速やかに謝って、謝ったらように病はこじらせると厄介よ。うちの会社の上司部門みたいに嫌われ者になるよ。古いの悪口だよ。悪口は言ってないでしょう。まあ確かにね、僕のね、まあミスでしたからね、しょうがない。そこでプロを責めたな、申し訳ない。僕が悪かったってことで、はい、謝りましたよ。これでもう文句言われないでしょう。はい。許して、叩かないで、ごめんなさーい。やっていいな。
この機にロンドベルを叩かせてもらうとしよう。反省してます。ではポセイダルの方はいかがいたしましょう。どのみち敵となる勢力ここで排除しておくのもキシリア様のため。よし、この中域にいる者は全て敵だ。全軍攻撃開始。何やってる、やめて。謝るというのは相槌は日本人に生まれた以上は避けて通れないのよ。そうですか。もはや肩落ち、わら。いやでも2回行動ですからね、言って乗ってるパイロットは。脅威ですよ。そんなに舐めてはかかれませんよ。なんだなんだ、天敵見当違いの方向だぜ。あーそっち行っちゃダメ。舐めて加えてずっこんばっこん。ビット小さくない？ダメー、貴重な資金が。っていうか、強っ強っ。まともに食らったらこれやばいやばい。ちょ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 、エルメスのビットって再充電できなかったよな確か。え、そうなんですか、再充電。じゃあちょっとエルメスは攻めすぎ。すごい、バルカまで一撃で落ちそうなダメージ、ね、え味方がね直撃食らったらやばいでしょう。うわ、バルカンですやん。ちょちょちょ、どんだけか。邪魔なんだよ。かわした。何、ちょっとマジ、何、あのエルメスさ。エルメスが接近戦となる。ちょちょ、どこ狙う、今度ヒーロー狙う。まずい、あの馬車もうダメだ。取られた。再充電できないからインファンネルみたいに元に戻らないんでなかった。ああそういう意味か、使い切れってことね。ああなるほど、ビットはそういうもんですかね。この強いの倒さないとダメなの？ね、全然弱いから大丈夫。少しはできるな。ああ、こっち来た。いや、来てくれて嬉しいんだけど。まずいな。ポイントはそこまでないんだ。わら。いや、やばいな。その後にっていうか多分、出てくる。もっとやばいのがいいんです。ああ、シャリアブルか。ここだ。やめて。壊せ。何？あれ？ビームコーティングじゃないの？あぶねえ。怖っ。誰狙う？エルメス狙うの？なんかめんどくさいってか複雑な事情になってきましたね。寝る家庭をお休み。はい、おやすみなさい。また明日よかったらいらしてください。はい、じゃあエルメスが、エルメスだけ取りたいけどどうなるかな。狙われる？やばいな。機体はちょっともろすぎですね。あ、撃ってくる。もらった。かわ、外された。かわされてんの。やっぱ強いですね。はい、ここはありがとうございます。PSXC さん4800ポイント。はい、帝王こんばんは。遅くなり申し訳ございません。お詫びの情のいいですよ。別に遅くなって。へぇ、そうなんですか。ねえ、ヒーローぐらい当ててくださいよ。やられて、やられないで。ねえ、ほんと、ちょっと、資金が、ちょちょちょ。ねえ、なんか、潰し合いやめてやめて、ちょ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 。ちょっと、ねえ。皆さん、争いは何も生みませんよ。そんな、ねえ、不毛な、お金の取り合いとかやめて。
いが甘い。よーし。なんか急にダメージ量が増えてるような。なんでしょうね。グレさんいらっしゃいませ、こんばんは。どの口が言うか。なんでですか。誰狙う？エルメス、いやーちょちょちょ、ヒーローたち狙ってよ。あれか、ヒットポイントが少ないやつ狙うから、エルメスの方がヒットポイント低いから、そういうことになるのか。うちの初見だとこの辺からしんどかった記憶が。結構しね、楽なシナリオはないでしょう。はい、グレさん高校ありがとうございます、500ポイント。何をやってんの。お前は頑張んなくていいんだって。まずい、取られる、取られちゃう。美味しい機体がごっそり持ってかれる。ちょっとあの辺にマイクロミサイル撃ちたいんですが。美しく散り構え、やめろー、ノーで強い、やめてー。帝王にはコネで十分。何言ったんですか。当たったか。どこだ、エヴァ。お迎え来たよ。お迎えじゃありません。でもね、僕じゃなくても本当ここお迎え多いですね、本当に。今日だけで何回ですね。深刻ですよね。これだけの人がね、救急車でね、運ばれてるってことなんですから。ねえ、どうすんですか。老人ホーム近くにあるの。ねえ。1枠で何回来るねん。ねえ。ああ、まずい。ああ、エルメス、やめて。マクトミンやめて。うちの近所は老人ホームあるから結構来たるよ、迎え。どうでしょう。うちの近くにもあるんですかね、老人ホーム。僕が知らないだけで。なんだと。だ。金稼ぎって意味では今回失敗ですね。大失敗だ。安全を取ったために。金が。でも入居者が怖がるから、敷地前からサイレンはやめてるんだよね。失敗？ね、なかなかやんな。よし、ラフレシア隊を出せ。じゃあ。ラフレシア来た。これ動かないでしょ、このターンは。さすがに。このターン動かれたらちょっと泣きますよ。さすがに大丈夫か。泣いて。嫌ですよ。てか、お前ら早くくたばれ。鉄仮面、鉄仮面。あー。近くに、潜りの老人ホール？何ですか、潜りの老人ホールって何ですか。遅いな。やめて。資金を仲間にしないからって、こういう報復はあまり喜ばしくないですよ。ね、縛りのためにね、仲間にね、できなかったんですからね。それはね、しょうがない、やむない事故とね、諦めてくださいよ。うわー、怖え。もういいか、今日は高みの見物決め込みましょうか、もう。直撃させる。ね、僕は悠々自適と。なんでクリルのお前、早くくたばってよ。もう何をしてくれてんだか。まず手を回復ってか、手を下げなきゃでしょ。帝王さん結構ひどいこと言ってる。気のせいですよ。これもうエルメスは寄せますか。白竜にも猛烈に恨まれてますからね。そうですかね。せめてエルメスだけでも救助しますか。なんだか
挑発でちょっと取られそうな金なんとかするしかないでしょう。来るでしょうね、こっち。怖いかな。12345678987654321。こっちになんか寄せとかないとですもんね。来てくれって言わんばかりに。なんかおとりが。お尻も洗ってきたよ。そうですか。挑発で70もったいないかな。2回、1回ですもんね。あそこって誰でしたっけ。興味ないふりしちゃって。何のですか。意味がわかりません。加速って誰でしたっけ。あれ加速って誰かなかったっけ。俺帝王族にはなれた。どうでしょう。僕的にはなれたつもりでもねえ。あれ加速持ちっていない。あれ、あ、味方、え、こいつなのも使えるの。自爆自爆使ってもしょうがないけど。加速ないないない。え、誰か加速持ってなかったっけ。ちょっと、あ、テオだっけ。テオだけなんだ加速って。お腹減ったぶわ。しょうがないですよね。もうちょっと待って、あと偵察。8か。加速？早漏なのに？違います。何がですか？12345678。多分こっちの方が弱いからこっち来るでしょう。12345678。ここまで寄せればとりあえず、取られることはないはず。ちょっと待って。ひらめきはあれ、まあいいだ。大丈夫でしょう。防御しときゃまあ落ちない。とはいえ相手にしきれますかね、こいつらを。ねえ、ちょっと怖いですよ。1時間切ったわ、そわそわ。ねえ、ああ、そっか、いよいよですか。ねえ、楽しみというか、ねえ、楽しみでしょうし。いや、でもこれ怖いですよね、ラフレシア。どんなもん？ハロウィン。ん？ペルソナが今日っていうか日付またいだね、0時に発売みたいですね。意外とセコい手を使うやつ。ね、0時のね、多分ダウンロードねと同時にやろうってねつもりみたいですからね。相当気合入ってるみたいですからね。ラフレシア。
ラブレシア。ラフレシアですよ。はい、ハロウィン、いや僕何も行きませんよ。渋谷に行ったりもしないし。帝王、今日さ、マック行ったら小学生がフォートナイトやってたんだけど、マルチプレイで超口汚い言葉で罵り合ってたのよ。フォートナイトって何ですか？なんか聞いた、なんか対戦ゲームみたいなやつですか？ねえ、ちょっと詳しくないからあれですが。まあ、しょうがないでしょうね。子供なんかね、そんなこと、マナーとか何もないでしょうからね。それはしょうがないんじゃないですか。ブブブみたいなやつよ、フォートナイト。ねえ、なんか打ち合いみたいな、殺し合いみたいなゲームでしょ、多分ね。マヨシリはキッズのたしなみだろ。ねえ。小学生にマナー仕込むなんてね、それこそね、猿にゲーム仕込むより難しいでしょ。そういうもんだとね、諦めなきゃ。ゲームやってるようなやつは頭おかしいからしない。それゲーム配信のせいで言っちゃいますか。ゆう、ね、かぼちゃになっちゃいなよ、てい、うん、さん、ジャニさん風、なんで家でゲームしないでマックでしてるんだろうってのもあるんだけどね。そうですかね、わかりませんが。Wi-Fi？ まあ Wi-Fi なんじゃないですかね、Mac でやるってことは。ねえ、確かに通信のあれがなきゃ。ねえ、子供だったらね、今時ね、スマホあってもね、パソコンとか持ってないでしょうしね、Wi-Fi 環境なんてねえ、どこの家にもあるってこともないでしょう。それででしょうね。当たるかな。 Wi-Fi だろうけど、スイッチ買えるような経済力あるご家庭にインターネットがないとは思えなくて、もういつかも。スイッチどうなんでしょうね。隣の家の Wi-Fi 盗んでる？盗んでませんよ。何言ってんのか、失礼な。モールス。モールスかもしれませんね。一番謎なのはうちの姪っ子。なぜですか。フォートナイトやってないのに実況動画だけ見てる。へへへへ。どうなんでしょうね。僕がゲームやらないのにここ見てるようなもん。ゲームやらないんですか、面白いですよ。黙ってやられるものか。射程距離外からだと意外とセコい手を使うやつだ。配信のメインは帝王のトークだからね。そうですか。僕何にもトーク面白くないと思うんですが、自分で言うのもなんですが、こんなところのトークで一体何を話題にってか、何の話題すればもっとトークがね、面白くなるでしょうね。運転ネタと宗教ネタ聞きに来てる。そんな日常茶飯事的にそんなことやってないでしょう。そんなことやってたらもっとカオスな配信になってますよ。何言ってますか。エッチからかーん。そんなエッチな立ち目ありません。こんなテレビはこんなテレビは分かりますけど。何言ってんですか、そんな人おもちゃみたいにね。
あとはどうしようかなと。餃子何個食った？はい、餃子20個ぐらい食いましたよ。5億。何が5億ですか、すー。ゲーム配信は作業枠多いからさすがにね。ねえ。そこね。とりあえず、初日の目標は新キャラの加入までなんですが、はい、一体いつ加入するのか。さあね、そもそも、ねえ、その、フェリスナガは全くやってないからわかんないですかね。へったくそ。何なんですか、その、見どころは何ですか、その、新キャラなんですか、その、ペルスナの、ギミックっていうか、完全版みたいなやつなんですよね。立ち目 H ですね。そんなもん出ませんが。はい、何ですかって。ペルソナやったことないけど、風呂で真夜中テレビってエロい子が出てたのは知ってるよ。何、真夜中でエロい子、誰でしょうね。僕も2までしかやってないですから、2までのキャラしか知りませんが、2まででもエロい子って言いましたかね。俺女性キャラでそんなエロい子は。スロットにもなってるんだ。みたいですね。興味湧いたんですか。スロ行きます。仕掛けてた目覚まし時計が鳴ってビビった。はい。ペルソナ4が前あったよ。デビサバもあった。へえ、デビサバですか。これどう、誰に、まずいか、狙われるかな。1551。これエヴァを取りにした方がいいかな。何、そっちのサバ知ってますよ。帝王はサバでされれたとき皿投げたってマジ？どういうことですか？なんで皿投げんですか？そんな、僕、そんな気短くないですよ。大丈夫。まあいいや、今日も金のことは気にせず、まったり安全に行きましょう。結構ラフレシア4体、やばいかもしんないし。いいですね。いい具合にカモが寄ってくれた。そんな気短くないですよ、カチカチ。してないでしょ。てか、今のタイミングで投げてないでしょ。235、ごめんなさい、いらっしゃいませ、こんばんは。怖いなぁ。でもリモコン投げてテレビ壊したんでしょ、いや、投げたのはリモコンじゃないですけど、ねえ、別のものがね、あの天井にぶつかってガンガンって長弾みたいにあれしてね、テレビの画面にガツンってぶつかってね、テレビがまともに映らなくなったっていうのはね、ありましたけど。皿やリモコンの前に人生を投げてますからね。こっは怖い。ねえ、怖いですね。やだね、おかげでもうテレビが見れなくなっちゃいましたがね、まあ完全に映らないってわけじゃないですが、ね、まともに見れなくなりましたからね。かといってね、まさかね、親にね、テレビ壊したからね、買い替え、ね、買って、新しいの買ってなんて言ってもね、多分無理でしょうからね。自業自得でくさ。何が自業自得ですか。悲劇でしょう。不運な事故ですよ。怖い。王様だからリモコンくらい投げてもいいじゃない。何よみんなして。壊れたって嘘言えばいいじゃん。
どういうこと？だって壊れたって言って画面見たら多分わかりますもん。ね、何かテレビの画面にぶつかった跡があって、これどうしたのって聞かれたら、ね、うん。ねえ、そしたらね、弁解聞かないですからね。中区大田町2丁目付近で発生した災害に向かったらしいですよ、救急車。何言ってんですか？何が中区ですか？やめてください。そうやって親も殴って壊れたって言うんですか？何言ってんですか？てめえ、てめえ見ねえとわからねえらしいな。なんだっての？マジか、貫通しねえ。怖っ。何もしてないのに壊れたって言い張ればいいんだよ。何ですか？大体何もしてないのにおかしくなるっていうじゃん。パソコンはまあね、わかるね。でもさすがにパソコンだってね、どうなってるのって確認しやね、しますからね。うん、ね、いくらあれだかんだとね。GS 何ってどうやってですか？はい、240切り込むさいらしますこんばんは。いいんですよ。まあ、自業自得だし。ねえ、まあ、そんなにテレビ番組もね、あんまり見てないから、このままでいいですよ。何がお迎えですか？てか、本当に今日お迎え多いですよね。なんでこんなにお迎えが多いの？うん、やばいぜ、こいつはよ。やばいよ。この傷どうしたの？うん、小鳥が小鳥を助けようと、うん、その子犬が家の地笛がマスゲーにやられた。だからもうそしたらアウトでしょ。このお迎え率派手をついにやっちまったんだろ。何ですか？何をですか？お迎え帝王やったって。ハエを倒そうと思ったら、で、OK。うわ、おかしら、こいつは油断なりませんね。本当に油断なら。このハイエナが。よかった。253、天才だけど悪いやつですね。いいんですよ、どうせ。まあ、あんまりね、今までもテレビ6に見てないから、もうこのまま。ね、うん。何やってんのよ。もうしょうがない。このまま使うしかないですよ。うん、それか自分でね、お金貯めて、うん。まあ、テレビというかね、パソコン用のね、サブモニターもう一台欲しいから、うん。まあ、それを買うしかないですよね。紅白見ても白組しか見えないじゃない。僕紅白見ないからいいんですよ。紅白とか見ない、そんな。全然底辺じゃないじゃん。なんでですか？どこがあれなんですか？なんでモニター欲しいの？配信やるとね、ちょっと結構画面ね、狭いんですよ。ねえ、だから配信やってるとどうしても他の画面とか見たかったらね、サブモニター、謝罪用のカメラって何ですか？嫌ですよ、買えませんよ。え、どこに打つ？あ、そっち。ああ、シャリアブルいるのか。おお、食らっちゃった。他の画面ってどうせアニメでしょ。いいじゃないですか。だから何ですか？土下座用？土下座用じゃありませんが、うん、うわ、すごい狙ってくるな。左半分しか見えないことでプラスになることもありますよね。そんなことないでしょ。見えないからうざくないし、上原愛せんよ。そう。アメトーク僕見てないしね。はい。なんで土下座すんですか？ 260 個目さん、いらっしゃいませ、こんばんは。何もやらかしてないのにね。だって声だけじゃ、得意だってカメラの前で謝ったんだよ。知らないですよ。何のですか？まさか歌うんでしょ？エヴァでしょ？びっくりした。マップ兵器歌えたらシャレになんないですよ。アトロファイバー弱いっすね。
援してるのに当の本人は別に意識を向けてるとか悲しい。いやだからこの枠はあれですけどね、ほらドラケのね、例えば仲間集めみたいな詐欺枠の時にね、うん、いやそれじゃなくてもね、ほら例えばねゲームのね攻略サイト見る時とかね、結構ねちょっと不便ですからね。無能税って何ですか。脱税くらいいいだろと思ってたけど、1億円と聞いてこれは感化できないと思う。ねえ、さすがに額がね、ちょっと おかしいでしょう。ねえ、なんで今までね、ほったらかされたっていうか、許されたってね、思いますよね。うわぁ、危ねえ。帝王問題です、はい、マジンガー Z を破壊しマジンカイザーを苦しめた剣鉄屋の公的手話ダーレジョー。わし直々にインドを渡してくれるの。はい、わしじゃ大将軍でしょ。はい、ねえ、チュートリアルでしょ。ねえ、だからねえ、知らない知らない。嫌いニャグナージコムさん、皆様さんこんばんは。本わし脱税というか、そもそも何も納税してない。ねえ、おかしいですよね。いやー、生き残って。これ以上資金を取らないで。お前らどんだけ資金取れば気が済むの。5億。うん、何が5億ですか。帝王ですら消費税払ってるのに。さっきの救急車も中区弁天通り2丁目付近に行った。いやー、何がですか、何が中区ですか、やめてください泥棒は。救急車情報どうやって調べてん。さあどうなんでしょうね、わかりませんが。わしでよって使用許可取ってるの中区。はい、ね、何住所バレたの。いや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 、何のことですかね、さっぱり全然、うん、何を言ってんですか、何が住所。わしを買ったら中からバレてきたら取り除きました。わしってもいい、なんでそんなに言わせようとするんですか。で公開してるところがあったような。へえ、そういう姑息な手を使うのかね。そうです。本わし、何が本わしですか。本人火事とか検索すると現場写真出てくるね。むしろ私が帝王の許可取ってるの。何言ってんすか。現場ネタかわいそうだからやめてあげようよ。ね、うちの親戚のうちもよく燃えてたわ。ちょっとね、悲しい思い出みたいですがね、うん、ちょっと待ってくださいよ、うん、帝王の近所たびたび救急車通るね。ねえ、なんでこんなに通るんでしょうねって。クラスメイトの玉ねぎ頭の家も燃えてたわ。わら、こんばんは。そうですか。あの件謝りました。何の件。悪いこと言わないです。謝りましょう。2回も放火されてた。何のことですか。何のことですか。知らない。リスナー追ってたよ。謝って。知らないですよ。何のことですか。謝って。何のことですか。アドリスでいうところの一丁目一丁目と同じです。そうですか。これは9000か。知りませんよ。 1,2,3,4,5,6,76、5、4、3、2、1、0。社外放送か、わら。あの当時、東村山温度まだ来ないのって思ってた。サムネをアガサは風にしてみたら。何言ってんですか。
一日一回はわせてよ。僕のサムネはガス団子でいいんですよ。眠かったけど横になったら目覚めちゃった、どういうこと。普通横になったら眠くなるんじゃないですか。一日一わし。いいんですよ。私の出過ぎだというのか。そう、出過ぎ。そういう姑息な手を使うのかね。その通り。ガス団子って何のキャラ、ね、ドラクエ5です。デイさんの周辺で暴走族救急車が集まっているんですかね。どうなんでしょうね。これでこの鬱陶しいやつもまとめて落ちてくれたら言うことなしなんですが、3300じゃきついかな。何が構想ですか。落ちろー、全部。よし。残った？の、またしても。悪魔め。何が悪魔ですか。たためしすぎて目がパッチリ。もうやめない。笑。そう。何いくつ？16で残ったのか。うわあ、これもう気力1上がってりゃ、ねえ、多分落ちたでしょう。他の先にやっちゃえばよかったですね。惜しい、わら。ねえ。まったく。こっち来るかな。いや、向こう行っちゃうかな。これもね、ちょっと9600か17000。トロクエオークのガチャ、最近10連で全然星5装備が出ない。トロワのセリフ言ってみて。トロワのセリフってどんなのね、あんまり覚えてないですね。ブルーライトをたっぷり浴びながらナディアのウップのブルーウォーターを大音量で聞くとパッチリお目目になるよ。そうですか。今君の目にって。1234。大帝王さん知ってたのね。そりゃナディアぐらいはね。ナディア知らんとかそりゃないでしょ。あと一発か。キャリアブル出されても誰このおっさんの人いそう。ねえ、かもしれませんが、どうかな。怖いっすよね、こいつも。当たればいいんですが。当たる？すみません、見たことありません。ごめんなさい。ああ、そうですか。いや、昔のだからね、まあ、それは知らない人は知らないでしょうから、別に気にしなくても。ナディアはディズニーのアトランティスの原作になったぐらいだから有名作品。かわいそう。工藤静香を知らない帝王の方が信じられなかった。いや、工藤静香知ってますが、工藤静香の、うわ、すげえ、ワンパンだ。何、区切ってないのに、うわ、すごい。何、すごい。いや、そんなことないですよ。純姉さん強。何ねえ、宇宙 B で、ねえ、宇宙 B で、ねえ、区切ってないのに、5700ってやっぱ相当強い数字なんでしょうね。192。同国知らないの？知らないんです。いけませんか。工藤静香というパソコン電源を思い出した。何ですそれ。78。ナディアがガイナックス作品だと知るのは放送から15年後のことであった。8、7、6、5、4、3、2、1、0。ここか。やっちゃうか。でもやっちゃうって言ってもな。なんか知らず知らずのうちに、しかもそのナディアが元はテレビハンラピュタと知るのはインターネットやってからだったよ。
明日はキーマカレーやります。そうです。ベルソナ語といえばカレーとコーヒーです。でもコーヒーの代わりにエナジードリンクです。あもうやられんなしょうがないか。映え。はい、ジョニーピースさんいらっしゃいませ。映えです。いやこれ怖いですよね。あんまりトップを狙えとエヴァンゲリオンとグレンラガン、やっぱり一番はトップを狙えですね。まあね、トップは人気ですよね。コーラのエナジードリンク評判悪いけどどんな味なんだろう。 NHK でありま宗教色思想色の強いアニメよく放送できたなぁと。まあ昔だからでしょう、今は無理かもですがね。トップは手軽に全話見れるのがいい。コーラのエナジードリンクはコーラ味だよ、まあね、グレンラガン知らんけどオップは好き。僕はグレーナガもね、結構好きですけど。コーラ組液体化したような味。グレンラガンは泣いたなぁ。ねえ。倒せるかなぁ。1、2、3、4、5、6、7。届く。取られたくないですもんね。あぁ、30分切った。ただのコーラに高い金出したくないということかですかね。コーラエナジー飲むならモンスタケドブ。あれ二階堂したっけ。あれなんかあれ計算ミス。コーラエナジー美味しくないよね。どうなんでしょう。まあ、美味しくね、美味しくないって意見が多いんだったら、そういうことなんでしょう。帝王認知して。何を認知するんですか。ネタ商品。ネタ。コーラエナジーも良いけどハード組、コーラアップも忘れるな。なんでさ、それも知らない。ハード組、コーラアップ。北海道限定のやつってなんだっけ。なんでしょう、わかんないですね。コーラって新しいもの出しても全然生き残らないよね。ねえ、こけてばっかりですよね。コカ、コーラバニラは神様の飲み物かよって思うくらい美味しかったのに息が短かった。そうですか。当時タバコまだ吸ってたけどめちゃくちゃ相性良かった。何それ、ミルクコーラ。ミルクコーラ。届かない。今日も視線帳あるの？ありますけど、ちょっと終わるのはちょっとかなりかかりそうですね。さあ、マクベス様、何を慌てている？本国、緊急デムです。これを、何？ちょっと待って。なんとしたことだ。サンクキンダムね。とんだ壊せ者だったか。よし、撤退する。聞いてない。撤退するなんて聞いてないよ。ちょ。帰るの？全部帰るの？ラフレッシャーも帰っちゃうの？なんなの？ラフレッシャー4機は一体何だったの？何だったの？ラフレッシャー4機出した意味は。なんなの？するわよ。知らなかった。ねえ。カンニングしてないだろ。いや、攻略さえ見、撤退するなんて書いてあったって。あれ、お金が飛んでくる。お金が全然稼げないですよ。撤退なんて書いてあったって。あれれれれれれ、ねえ、嘘でしょ。今カンニング認めたな。いや、別に誰もカンニングしてないなんて一言言ってないでしょ。
ねえ。あ、カンニング。中立軍全機体とか書いてある。このマクロス参戦してない？まだしてないですね、アルファからですから。攻略サイト見ながら、攻略本ですよ。攻略本見てるんだっけ。なんだそんだったら速攻で潰さなきゃじゃん。カンニング指摘してカンニングしてるだろって開き直られて俺困惑。いや違う、開き直れるってかカンニングしてないなんて一言も言ってない。このね、この配信はがね、一応ガチ攻略ですからね。攻略も初見プレイでもないし、ねえ、そこは別に見てもいいでしょう。どうしよう、ねえ、そこは別にダメじゃないでしょう。攻略の巻物見てるんですよね。巻物じゃないですが、死ね。いや、攻略も見てないとね、そんな結構危ないでしょ。カンニングとするかですよね。帝王桃とはといえば三次さんのカンニングだし。どういうこと？攻略本見るぐらいならダンクーガのサラ使うぐらいの変化球できたんじゃね。何かサラはだからどうせあれでしょね、えどうせシャピロとの最後の決戦の時でいいんでしょ。ラストに使えばいいんじゃない。ラストね、ラストだけ出せばいいんでしょ。裏技はバンバン使ってもいいんですよ。やだ、裏技使っていいんだったらこれ相当ぬるくなりますよ。ちなみにでもないけど、ねえ、サタンマンの裏技って言ったらね、有名なのはねえ、夢場がありますけど、ねえ、それ使えば相当ですよ。帝王のダンクーが見たいする。レイブーほんまひどい。別にね、そんなこと言ったらジェッターだってマジンガーだってね、出てないでしょ。コンバトラーだって、有名じゃないの。うわ、危ねえ危ねえ。ダイモスだせ、滑落のカンニングもしてきて。何でもですか。滑落のカンニングってどうやんですか。ダイモスは出ませんよ。次の時からレイブーしてるから歴史が違うぞ。ダンクがだ、ダンクがしょうがないでしょ。ねえ、ダイユジなんかリストラされるために存在してるんですから。大丈夫ですよ。あの、新スーパー、またね、ダンクーガ出ますから。新スーパーならダンクーガね、普通に主力になりますから。みたいですね。5ターンで撤退するみたいですね。今見たら。ねえ、それ知ってたね。もっとそんな、ねえ、言う。何を敵に回すって。ねえ、なんか頻繁にね、ヒーローが出てますからね。はい、エビフライの、カブトガニ食べたいさん、いらっしゃいませ、こんばんは。いや、いや、新スーパーのダンクが普通に主力ですよ。ねえ、あの、宇宙ルートでね、しか出ませんが、普通にゲッターに次ぐ、ね、主力ですよ。新スーパーのダンクが本当にね、使わないっていうか、使わなかったら相当やばいですからね。そこは大丈夫ですよ。あ、やべ、回避、まずい。かわせー。ていうか、10年のために復活使うのちょっともったいない気もするし。かわして。かわして。何言ってんですか。縛りなんかやりますよ、新スーパー。ナイス、でかした。かわせねえ、あぶねえ。ねえ、全然稼いでないのに、これ以上収入奪われてね、たまるもんですかーってね。ギャー、あそこはまあ落ちないでしょ。何がチーですか。これ以上収入奪われてたまるもんですか。もう残りカスみたいなね、あれしかないんですから。リアルでは奪うほどの収入ないのに、いいテレビ3にない武装を積んでる獣戦機体がいるらしい。どれですか。化け物か。
まあ、テレビはね、多分ね、新スーパーね、ダンク小和券とかね、普通に結構武装充実してましたよね。うん。ね、新スーパー始まればね、いよいよ、ダンクガの時代が来ますからね。うん、危なかった。ダンクラ光騎馬剣はテレビ版にないね。ユーネのセリフ。確か劇場版の。動体視力ってなってたけど記述ミスかな。リアルは財布からこっそりいただいてるから大丈夫っすよね。わら。多分誤変換でしょう。な、なに？気になる、何ですか。そんなことするわけないでしょ、僕が。ねえ、我が家の経済事情を考えたらとてもそんなことできませんっていうか。毎月食費20万くらい使ってたけど、貯金がやばくなってきたので1万に抑える努力をしてます。毎日50円うどんです。まあそれはしょうがないでしょうね。毎日50円ね。外食しまくりだったのか。50円うどんってどこにあるんですか。我が家の経済事情ってあなたが足引っ張ってるんじゃないですか。それを言ったら返すこともないですね。チャージ送ってあげて。あ、今晩のおかずは餃子です。マクドもいけない。探索使って財布から資源見つけてるってマジ。何ですか。酒飲んでると食費10万軽くいくな。そんな、まあお酒もた、ね、高いでしょうね今。何茶お酢ですか。フォーク焼き餃子。今日も40円のどら焼きが朝食でした。なんでそこまで食費、食費以外、なんかその食費以外を切り詰めるとか ないんですか方法。そのいやー酒もビッグマンとかで済ますしか、ビッグマンですか。ビッグマンって何ですかね。ちょっと知りませんが、読み方、何本当にこれ表示が正解なのか。これ本当にあと4対5だよ。手取りの7割が食費なのでこれはやばいなと思いました、やばいですね。確かにそれ聞くと、僕も今日の食費1500円で済ませたよ。褒めて。ね、えらいえらい。いいこと思いついた。帝王寺火星チャオズ通販すれば商売できるんじゃね。何言ってんの。1500円って1食分だよね。さあどうなんでしょう。わしじゃよちゃおず。421個目さんいらっしゃいませ。こんばんは。タオル頭に巻いて腕組みした写真載せようぜ。いいですよ。ニーガンダムか。1日の食費1500円だと月しこ000000くらいかかりますよね。2食分だから。おかしくない。4500万っておかしいでしょ。4500、ちょっと待って。1500、4万5000でしょ。てぃちゃんいじりに聞いたよ。どんだけ、どうも。わら、ビッグマンはゴリットル。5リットル、そんなでっかいなんですか。5リットル、それは知らないですね。184がついてたので、ていちゃんに謝って。知りません。はい。はい。あやはさんいらっしゃいました。こんばんは。それは自分の落ち度でしょうね。なんでそれを、まあ僕が謝らなきゃいけないんですか。計算間違えたとか指摘されたので、もう生きていけないかもしれません。いや、別に。何も間違いながらね、誰だってすることじゃないですか。今月スロで負けすぎたから今月いっぱいはやめることにした。ねえ、もうやいねえ、てか。計算間違えたら富士山行くしかねえ。なんで富士山に行くんですか。
や、今月いっぱいじゃなくてもね、今月いっぱいって言ったって。今月いっぱいって、もう明日で月末じゃないですか。どうするんですか。むしろね、もうこれを機にすぐやめるべきでしょう。遺体で見つかったみたいですね。大した額の間違いで、4500万で相当な額でしょう。当たるかなぁ。性別不明の何かになって発見されたよ。ねえ、怖いですね。やっぱり世に出たかなんかガンだったらしいけど。どうなんでしょうね、なんかガンね、なんか克服したとか。爆地パチ、いや、昔ちょっとやりましたわ。昔ね、やりましたわ。末期ガンからは克服したらしいけど、性別不明とか怖すぎる。だから性別が判別できないってことはね、ねえ、そこの部分だけなのかね、もしくはね、下半身がーってことなのかね、怖いですよね。ほっぱみじんねえ、そういう可能性もあるってこと。純粋なくなったの？ねえ、わかんないですよ。玉とか竿がなくなってたってことなの？その部分だけなんですかね。かったってことやろ。でようなら雪だるまになって部屋に掴んだね。ホラーやん。いや、たわね。ホラーです、本当にね。デイちゃんなら滑落しても無傷だよね。映像映ってる状態でもすごい転がり方だったな。70歳過ぎたおばあさんとおじいさんの性別もよくわからないよね。床を見つけないとね。知らない。知らないけど。あれ、ちょっと待って、撃てねえ。やべえ。呼吸ある？ない。回収されなかった玉が未だ富士山にあるのか。まあそういうことになりますかね。ああいうの発見した人、夜寝れないよね。俺なら無理だわ。どうなんでしょう。でもね、そういうのなある程度慣れてる人ですかね。擦りつけられて肉が削れてったんかね。まあそういうことですかね。海外だと80過ぎたおばあさんでも性的に襲われるから区別はつくんだろう。そうなんですか。まさに肩玉になって発見されるのは怖いすぎるぞ。怖いですね。顔写真見たけど顎の部分が三次さんに似てた。そうですか。僕は顔は見てないから知りませんが。空気沈んじゃったから今日はカラオケをなしゃす。とりあえずまあね、今日、まあ撤退してくれたから早くね、終われそうですからね。そこはいいんですが。9876543210。ねえ、今日1時ぐらいまでかかるかなんでね、ちょっと、ねえ、気合い入れたのに。今日はヒーリングの歌でおなしゃす。ねえ、これ。カラオケからのガチ視線勝。どうすんですか、今日。時間早く、まあ早くもないか。今日ガンダムウィング、最近ガンダムウィングばっかりじゃないですか。ねえ。そんなにガンダムウィングってやっぱ人気なんですかね、曲が、まあいい曲っちゃいい曲ですからね。じゃあスラムダンクがいいな。なんでスラムダンクなんですか。カチカチだったみたいだね。カチカチ。当たる？16。ちょっと怖いかな。
何？この私に当てた？これで終わりだ！へへんだ！雪ってマジ怖いよね。あんま降らない地域に住んでるけど、ちょっとでも積もると交通が麻痺する。僕もね、昔ほら北海道にね住んでましたからね、やっぱり危ないですよ。普通にね、路面が凍結したらね、雪でね、普通に本当にアイスバーンね状態になってね、つるってこけますからね、本当に。まあ積もるとね、でもね、やっぱり降らないところほど除雪設備ないからね。降ったら降ったでね、やっぱりね、雪派でも大変ですよね。転ぶんだのっていうかね。帝王がいれば帝王は食べてくれるからいいよね。現地の人は生産はお肉効果でノーダメージ。なことないですよ、本当に硬いですかね、下凍ってるから氷のところにね。豪雪地帯は除雪費用を役所が予算計上するぐらいやしな。ね、除雪車とかね普通にありますからね、うん、邪魔をするなら。北海道のドライバーは雪の上でもすごいスピードで走るよな。わら、本州の人間からしたら怖い。慣れってのもあるんでしょうけどね。どうせ今年も数十年年に一度の大雪どっかで降るんでしょうね。どっかで降るんですかね、わかりませんが。チェーンつけたことないです。補助霊みたいな雪だな。チェーンですかね。僕んところはほら今は知らないですけど、昔ねタイヤになんていうんですか、ピンみたいなのねつけて、そのスパイクタイヤっていうね、なんかそんなのつけてましたよ、うん、ね、冬の間はチェーンはチャーミングだよね。補助霊と風は毎年最強だからな。スタッドレスに変えるの面倒い。低温やって直線なら80まではまあ出せますね。新雪なら大丈夫だろ。厚雪は氷と同じだけど、ね、そうそう、煽ってたの？何を煽るんですか。僕はチェーンアタック使ってます。違います。いや本当にネタじゃなくて、なんか今ってそういうスパイクタイヤってもうないんですかね。ち、まったくしゃくり触るやつだよ。ねえ、でもそういうのってやっぱりね、路面ガリガリね削りねあれですからね。ねえ、タイヤに溝ができたりなんてこともねありましたけど、どうかな。1,2,3,4,5,6 今はスタッドレスタイヤなんじゃない。スパイクタイヤって道路を削るとかでダメなんじゃないっけ。なくなったってことですかね。まあ、僕がね北海道住んでたのもね、もうね、30年近く前の話ですからね、そういうの今どうなってるかまでは知りませんが。あれって自分が気をつけてスタッドレスやチェーンつけてても相手や誰かしらつけてなかったら終わるよね。スパイクタイヤと聞くとミニ四駆を思い出す。そうですか。ねえ、なんでですか。年齢は内緒、ね、あと一体取られることはないでしょう。早く潰して。え？あれまだ来るっけ？あ、カトルか。帝王さんは車持ってるってことは結構上手ですね。違う、車持ってないですよ。違う。492個目さえいらっしゃいませ。北海道親が車持ってましたが、ねえ、もう、今車ないですよ。うん。ねえ、さすがに北海道住んでる時はね、車ね、必需品でしたからね。ここでも戦いが続けられているんだね。またあのガンダムか。もう君たちは宇宙にいらない存在なんだ。だから僕が消してあげる。だからみんな、壊してやる。
壊してやるって言って何戦うの。帝王もブイブイ言わせてたんだね。今じゃ大作戦違いますよ。だからいらないんだよね。何やですか。帝王実は金持ってる。あるわけないでしょ。金あったらね、もっと悠々自適ともっといろいろ遊んでますよ。死ぬよ。ゴーク。ゴーク待ったらね。ゴーク強い。ゴークあるからね。何が総資産5億ですか。どうだ、やっちめえ、もう。そうなんだね。君は僕の敵なんだ。マンション住まいが貧乏なはずがない。なんでですか。マンションって言ったってピンキリでしょうね。オンボロマンションなんかじゃね、大してね、資産になるですか、負債になっちゃうんじゃないですか。マジですか、いいですね。人造さんいらっしゃいませ、こんばんは。羨ましい。最近こいつがプロトゼロとか言われてるよね。そうなんですか。プロトゼロって、やっぱ違うでしょ、似てるけど。何がバラック小屋ですか。巨人犬あるんだから良いじゃん。ねえ、でもマンションだってね、管理費やらね、修繕費ねえは納めなかったら、ねえ、不動産だな、追っ払われますよ。不動産ね、ある意味そうですよね。美しく散りたまる。残ってくんない？なんだ？弱。お金ないと団地住まいだよ。ねえ。ね、親が死んだら僕もどうなるか分かりませんよ。親がね、いるからまだいいんですけど、そんな、こんなところで、僕は、あ、みんな、そんなのあるわけないでしょ。男でしょ。殺した。僕じゃないですよ。せいちゃんひどいぶわ。なぜコロタシ？何やですか？僕じゃないでしょ。あいつ何しに来たの？死にに来たんでしょ。親戚のおじさんの家があるでしょ。親戚のおじさんとかいませんよ。これイベントか。いや、イベントじゃないです。一人で進めないっけ？そうなの？ダメなの？ダメージ。無駄なことをする。何、本当無駄なことをする。もうさーてどうしましょうかね。やばいやばいやばい、帝王絵描きで延命治療して、どういうこと、もうちょっとで終わりますから。それではペルソナ頑張ります。ああ、はいね、頑張ってください。お疲れ様です。任務失敗か、一時撤退する。お疲れ、もう二度と来んな。お前の顔なんざ二度と見たくない。一人だと寂しくなるぞ。ペルソナ診察耐久プレイみたいなことする人か。自然ねえ、頑張るみたいですね。コッパねえ、まずいかな、ちょっと寄せるの怖いか。誰かで、帝王しかないか。87654321 0。まあ、しょうがない。ペルソナって言って以上は配信禁止じゃなかったっけ。いや、配信はしないんじゃないですか。多分、一人でやるんでしょう。多分、ね、配信しなきゃね、てか、ね、まさか一人で遊ぶのがね、アウトになったら、それはそれでちょっと悲しいでしょう。賃貸に住んでるけど契約更新が面倒いぶわって、ようちゃん故障人になって。無理ですよ。今日はウィンズで決まりのようですね。なんでそんなに賃貸の、どこから攻撃してきた。ねえ。どこで遊べばいいんだ、それ。ねえ、結構アトラスね、そういうの厳しいみたいですからね、特にね、ましてや。
うちの天井裏になんかいる。汗、ガリガリ音がする。ええー、怖。そうか、彼女とプレイすればいいのか。うん、ねえ、まあそれでもいいです。2、3、4、5、6、7。よし、これで終わりましょう。保証人にならなくていいから家賃払って。そんな金ありませんよ。宝の生主間違えてますよ。かやこ。コミュ切りで誰も承認しなかったら配信できるよ。そこまでして配信する必要ないでしょ。ねえ。帝王の彼女はアイブ先に似てるよ。何言ってんすか。でもどうなんですかね。なんかスイッチとかだとそのあらかじめダウンロードとかってあるんでしたっけ。天井裏の女がたまに出てきて冷蔵庫の牛乳を直飲みしてるよ、ね、プレステ4ってどうなんですか。0時からダウンロードなんですか、それとも0時からゲームができるよ、そういうのあるんですかね。ちょっとその辺詳しくないんですが、ちえい、ー、またしてもクリスで、ああそう、どうでしょうね。な、今誰かニコ生でね、バンカー号でやってる人いるんですかね。ちょっと気になりますね。誰かやってる人いるねえ。ベルソナーでね。プレステ4はレイジからプレイじゃないかな、前もってダウンロードはできる。ああ、そうなんだ。じゃあ大丈夫ですね。変な音したと思ったら身が出てた。何のことですか。はい。ロンドメルの皆さん、危ういところを助けていただきありがとうございました。いや、やられてましたよ。うん、いえ。私の顔に何かついていますか。見てあげて。いえ、ただ以前と印象がかなり違うので。ふふふ、そうですか。私は私、その他の誰でもありませんわ。それより、今後の作戦についてご相談させていただきたいのですが。はは、それは構いませんが、実は我々の戦力はご覧の通り、先ほどの戦いでかなり消耗いたしました。それで現在、トレイジ様が援軍の編成をしてくださっています。その援軍が、到着するまであなた方も、この中域に留まってもらいたいのです。しかしそれでは敵に時間を与えてしまうことになります。それはつまり先ほどの勝利が、無意味なものになることを意味します。うん、ああ本当はありますね。すごいですね。別のオスをインストールしたんだろう。ですかね。はい、550コメントお願いします。こんばんは。しかし今無理をして追撃したとしても、それは無意味な消耗を招くだけのこと。そのような戦いは美しくありません。おお、すごいですね。ねえ、バンカー号でやるってね、なかなかですね。多分そうでしょう。ねえ、多分プレイステ4だとね、多分そういうのね、なんか、配信のコード引っかかってね、画面が映らないようにね、なってるんでしょうけど。ねえ、はい、モコラさんありがとうございます、こんばんは。いっぱいあるの。すごいですね。みんなバンカー号で、何、赤信号みんなで渡れば怖くないみたいな戦法ですかね。人に必要なのは、ただ戦い勝利することだけではありません。戦う姿勢、それこそが必要なのです。戦う姿勢ですか？そうすることで人は強く輝くことができるのです。ありますよ。うん、無意味な戦闘は望むところではありません。この間のプレスト4ね、やったでしょ。彼の力にねじ伏せること、以外でも解決できる方法がきっとあるはずです。考えとしては素晴らしいと思います。ゲストポセイダルのこれまでの行動を見る限り、話し合いの余地はないと思うのですが、確かに彼らの宣戦布告の理由である、ポセイダル大使暗殺というのは、こちらにとって言われなき濡れ衣というもの。ねえ、うん、大使を殺害したのはポセイダルの手のものでしたし、確か13人衆と呼ばれる方の一人だったと聞いています。なお、ネイ・モーハンと言いましたか？ネイだって？すると、初めから仕組まれたことだったってわけね。ポセイダル、目的のためなら同胞すら切り捨てる。なんてやつなの？もう戦うしか方法は残されていないのでしょうか？戦いで解決させて、そこには憎しみしか生まれないというのに。少佐、失礼な言い方かもしれませんが、あなたの考えでは戦争が長引くだけです。それによって、何の罪もない人々の命が失われていくことになるのです。帝王犯じゃありません。我々はそんなことを見過ごすわけにはいきません。たとえそれが力で全てを解決させる愚劣な行為だと罵られてもです。わかりました。あなた方を止めることはできないようですね。いいでしょう。あなた方はあなた方の進むべき道を進んでください。ゲストポセイダル軍は現在、ルナ2に集結しております。ルナ2？ 資源衛星ですか？
単なる資源衛星ではありません。あそこにはシロッコとチタンズが潜伏しております。シロッコだって？やはり生きていたか。あの男ならチタンズをまとめることもできる。もしかするとジャミトフを殺したのもシロッコだと考えられるな。シロッコとゲスト・ポセイダルか。厳しい戦いになりそうだな。でもよ、チタンズはバフクラの奴だともつながりがあるんじゃねえのか。一体どうなってるんだ。シロッコは後ろ盾となる、後ろ盾となるべく力を欲していたのだろうが、確かにおかしいな。何か別の意図があるということか。とにかく現状ではルナ2の攻略しなければ何も解決しないということだ。ならば我々の目的地は決まったな。私はここに残らなければなりません。皆さんのご検討をお祈りいたします。それでは失礼いたします。レディアン少佐、一体どうしちゃったんでしょう。我々をからかっているのでしょうか。いや、そんな風には見えなかった、真相の部分では同じだろうが、表層では完全に別人だな。彼女の中に新たな心が生まれたんだろう。心？どういうことだ。二重人格ね、最も多い例では自分を守ろうとして精神が現実を逃避し、それを補完するために別の人格が作られることが多いけど、ビッコールじゃないです彼女の場合は、どうも、そういう感じじゃないみたいね。逃避しているようにも、見えないし、どちらかというと暗示に近いのかもしれないわ。へえ、俺にはよくわからねえ話だな。まあどっちにしたって本人には変わりないんだし、別にいいんじゃねえか。確かに以前のように、請求的な方法を、取らないのなら、それは歓迎すべきことだな。艦長、ギリアム少佐から、緊急通信です。もしかして DC の方で何か動きがあったのかな。よし、繋いでくれ。ブレイディ大佐、少しまずいことになりました。コロニー連合は DC に対して宣戦を布告し、ソロモンを陥落させました。ソロモン？しかし一体誰がコロニーを、これ何 ?9号でいいんですかね。9号したんですか。もしかして、その人物はもちろん知っている人物です。ミリアルド・ピースクラフト、ピースクラフト王家の血を継ぐ者、リーナ様の兄に当たられる人物です、うん、ミリアルド？そんな人物は知らないが。ああそうだったな。ゼクス・マーキスといえばわかるだろう。え、ゼクス中佐がミリアルド？13年前のサンクキングダム崩壊時に、国元を脱出して以来、今日まで自らの身分を隠し、借りながらリリーナ様の活動に力を貸していたんだ。自分の手が血に染まってしまったがゆえに、ゼクス・マーティスという仮面をかぶり、父の理想をリリーナ様に託す決意をしてね。ねそれでこの前戦士扱いにしてまでサンクキングダムに留まったのか。しかし、それならなぜ今頃になって。実はあれから DC のキシリアがサンクキングダムに侵攻してきたのです。その時にゼクス13の活躍で撃退に成功したのですが、その後 DC の本体が動き出し、自らを守るためにコロニー市民が立ち上がったのです。これからスボスナノハヒーロー戦記だから大丈夫。サンクキングダムだ。サンクキングダム、サンク。ね、そしてリリエン様の口からゼクス13が自分の兄であるという事実が公表された時、その象徴としてミリアルド・ピースクラフトが選ばれ、そして彼もそれを引き受けた。ではギリのピースクラフトは。わかりません。サンクキングダムは完全に英語の協調関係からも離れ、求心勢力の台頭したコロニーを率いて独立国家としての道を歩み出しました。少佐、ブレックス巡将はどうしている。完全平和主義に賛同していたコロニーを、まとめなんとか抑え込んでいます。しかしそれも長くは持たないでしょう。また逆戻りしてしまうのか。ええ、残念なことです。しかし我々は諦めません。今は DC の存在が悪しき影響を与えているだけです。まだ完全平和への道が閉ざされたわけではありません。そのためにロンドベニア、ゲストポセイダルとの決着を一日でも早くつけてもらうことを祈っています。わかりました。こちらも全力を尽くします。はい、健闘を祈ります。では、うちは完全平和主義の理想に向かいまとまっていくと思ったのですが、どんなに強大な力、国であっても衰退するときはあけないものよ。人の方に支配されている限りはね。とにかく今はゲストポセイダルを叩くことが先決だ。このままルナ2へ向かう。了解、進路ルナ2へ。ギワザメ、自らは単独行動か。ギリーランナー、この一件以来、ポセイダル見落としはせぬだろうな。何やら企んでいるようですが、
はい、じゃあ、今日はここで終わりましょうか。寝てません。はい。これで70話終了とね、ちょっとあんまりお金稼ぎませんでしたが、まあ、それでも、20まで来ましたね。ね。はい。ということで、はい、スパロバ今日ここで終わりますんで、はい。2時間10分ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。